アップランドサウスは地形及び歴史的、文化的経緯により定義されていて、宗教により区分されるものではない。この地図は、アップランドサウスとして知られているおおよその範囲を示す。アップランドサウス及びアッパーサウスは、アメリカ合衆国南部において、ローアーサウスあるいはディープサウスに対象する地域の故障である。アップランドサウスとアッパーサウスの二つの言葉の、 使い方には微妙な違いがある。アップランドサウスは通常地形をもとに定義され、外してアパラチア山脈すなわちアパラチアの南部を言う。ピードモント地域南部はしばしばアップランドサウスの一部と考えられるが、大西洋岸平原は外して含まれない。対照的にアッパーサウスはアメリカ合衆国の州で政治的に定義される傾向がある。 この言葉は19世紀初期に遡り、アメリカ合衆国南部の北寄りの地域とはその違いが、顕著になった、ローアーサウスという言葉と共に使われ始めた。アンテベラムの時代、アッパーサウスという言葉は概してローアーサウスの北に、ある、奴隷州の部分を指して使われた。南北戦争の間では、アッパーサウスは、 サムター溶剤の戦いがあるまで、アメリカ合衆国から脱退しなかった州、具体的には、バージニア州、ノースカロライナ州、テネシー州及びアーカンソー州という遅れて、アメリカ連合国に加盟した州を指して使われることが多かった。この定義は今日でも普通に使われているが、アッパーサウスにおける、境界州、すなわち、 ケンタッキー州、ミズーリ州、ウェストバージニア州、メリーランド州及びデラウェア州は含んでいない。今日でもなお多くの定義が南北戦争時代の政治に基づいているが、それにもかかわらずアッパーサウスという言葉はしばしばディープサウスより北にある南部地方の全てを指して使われている。エンサイクロペディアブリタニカではアッパーサウスをノースカロライナ州、 テネシー州、バージニア州、ケンタッキー州及びウェストバージニア州と定義している。アップランドサウスは州ではなく地形で定義しているが、大まかに同じ地域を包含している。エンサイクロペディアブリタニカでは、アッパーサウスもアップランドサウスもヨーマンサウスと表現され、プランテーションサウスと対称されている。これら二つの定義は大まかに同じ地域を対象としている。 アップランドサウスは宗教では定義されないが、サウスカロライナ州北西部、ジョージワ州北部、アラバマ州北部及び、オクラホマ州東部のようなローアーサウスにある州の部分を含んでいる。また、イリノイ州南部、インディアナ州南部、ペンシルベニア州の南西部と南中部及び、オハイオ州南部のように北部にある州の部分も含んでいる。時には、 ミシシッピ州北東部が含まれることもある。同様なやり方で、アップランドサウスは通常、ミシシッピ湾上地域、及びノースカロライナ州とバージニア州の海岸低地の、ようなアッパーサウスに含まれる州の部分を含んでは、いない。このような違いにもかかわらず、アップランドサウスとアッパーサウスという二つの言葉は、概して同じ地域。 すなわちアメリカ合衆国南部の北寄りの地域を指しており、しばしば同義語のように使われている。対象される言葉であるロワー,ーサウス及びディープサウスも同様にアップランドサウスやアッパーサウスより南にあって標高の低いほぼ同じ地域を指している。ロワー,ーサウスとディープサウスもしばしばほとんど同じ意味で使われている。 アップランドサウスはいくつかの重要な点で、ディープサウスとは異なっている。地形の違いだけでなく、その歴史、経済、人口動態及び入植の様相において違っている。アップランドサウスは18世紀終盤から19世紀初めに、かけて特徴ある地域として表に出てきた。植民地の海岸部から内陸への移住と入植の様相は、 何十年にもわたって作り上げられてきたが、18世紀の終わりになってその規模が劇的に拡大した。一般的な様相は、バージニア州、ノースカロライナ州及び、メリーランド州の定地やピードモント地域から西方への移住であり、また、ペンシルベニア州からの南西方面への移住であった。ヨーロッパからの大量の移民がフィラデルフィアに到着し、 大馬車道を西と南へ向けて入り、大アパラチア渓谷を通過して、アパラチア高原に入った。これらバージニア州とペンシルベニア州からの移民の流れによって、1750年にはすでに、シェナンド渓谷が十分に開拓されている状態になった。これら移民の流れは、アパラチア山脈を通過して広がり、アパラチア第一地域を通って西方に、 オザーク高原やオシタ山地に入り、最終的にテキサス丘陵地帯への入植にまで導かれた。これら初期の開拓者の主な民族はイギリス人、スコットランド人、スコットランド系アイルランド人及びドイツ人であった。アップランドサウスの初期文化は他のヨーロッパ系民族にも影響を受けた。例えばニュースウェーデンのスウェーデン人やフィンランド人であり、 比較的少数ではあったが、ドイツ人やスコットランド系アイルランド人が到着する前にペンシルベニア州を開拓しており、マルタ小屋やマルタを割って作ったジグザグのフェンスのような森林で生活する技術および樹木の環状白皮や焼き畑を使って森林を一時的な農作地や牧草地に変える移動工作の方法を伝えた。アパラチア山脈の麓の丘陵で始まった。 入植の様相は、西部の山岳地や高原、さらにミシシッピ川を越えて、オザーク高原地域でも受け継がれて広がった。そこでは、先住民族の攻撃という危険性があったので、人々ははじめ、集合した基地、ステーションに入植したが、危険性が減少すると田舎に分散し、親類縁者で固まるという傾向になり、比較的町や都市は少なかった。 アップランドサウスの初期開拓者は小規模の農作、家畜の飼育及び狩猟を行う傾向があった。アップランドサウスのこの入植形態はディープサウスや中西部とは明らかに異なっていた。ディープサウスは概して歴史的に綿花との結びつきがあった。1850年までにコットン州という言葉が通常に使われ、ディープサウスとアップランドサウスの間の違いが 認識された。重要な相違点は、ディープサウスのプランテーションスタイルによる、換金作物農業であり、大規模農園で働くアフリカ系アメリカ人同隷を、使い、プランテーション所有者は、町や都市に住む傾向があるという形態だった。このプランテーション農業の仕組みは、当初西インド諸島で開発され、サウスカロライナ州やルイジアナ州に導入され、 そこから、ディープサウス中に広まった。ただし、土地の事情によって、そのような仕組みを使えないという例外はあった。町と田舎がはっきり分かれていること、少数の換金作物を集中して使うこと、及び、奴隷人口の高い比率という要素はすべて、アップランドサウスと対照的であった。バージニア州やその周辺地域は、アップランドサウスや、 ディープサウスの双方とも異なる特徴があった。その歴史は、西インド諸島のプランテーションに遡り、初めからタバコが、換金作物であり、アフリカ人奴隷を広く使うようになったが、街や都市の早くからの増殖という点など、ディープサウスの多くの特性とは異なるものを持っていた。奴隷の使い方が異なっていた結果として、アップランドサウスとディープサウスの境界は、 今日でもなお、アフリカ系アメリカ人の人口比率を表す地図を見れば明らかである。ブラックベルトという言葉は、当初免火栽培に特に適したアラバマ州の黒い土壌地域を指して使われたが、今日ではアフリカ系アメリカ人の人口比率が高い南部地域を指して使うのが普通になってきた。対照的にアップランドサウスは、 当初から奴隷制との関わりが少なかった。さらに、ディープサウスのコットンベルトはインディアンに支配されており、十分な力を保有して、辺境の開拓者が入ってくることからその地域を守っていた。ディープサウスの面火ブームは、インディアンたちが19世紀初めに西部に強制移住させられるまでは起こらなかった。対照的に、アップランドサウス、特に、 ケンタッキー州とテネシー州は18世紀遅くにインディアンの抵抗と辺境開拓の現場であった。かくしてディープサウスの大部分で全体にわたる植民が行われる前にアップランドサウスではすでに植民が行われ特別の開拓の様態が出来上がっていた。アップランドサウスと南部大西洋岸やコットンベルトの低地との違いはしばしば州内で 地域間の緊張関係や紛争につながった。例えば、18世紀遅くに、ノースカロライナ州やサウスカロライナ州の高地、平地では、人口が増大し、これら地域のアップランド南部人の数が、古くからあり、生活も安定し、裕な海岸地域の人口を上回った。ある場合には、ノースカロライナ州の、ナ直しの戦争のように二つの地域の紛争が、 戦闘沙汰になった。後には類似した経過をたどって西部の州でも人口の偏りが起こった。例えばアラバマ州北部ではテネシー州から来たアップランド南部人によって開拓され一方アラバマ州南部はディープサウスの面下ブームで中核地域の一つであった。南北戦争の間アップランドサウスのいくつかの地域は アメリカ連合国に対する抵抗で注目された。バージニア州西部の高地は結果としてウエストバージニア州になったが、新州の半分の軍はむしろアメリカ合衆国からの脱退を主張するものであり、戦争の期間を通じてゲリラ活動が続いた。ケンタッキー州とミズーリ州は北軍に止まったが、内部構想で疲弊した。 テネシー州東部のアパラチア山脈南部地域及びアラバマ州北部とジョージア州北部の一部は住民が北部寄りの感情を抱いていることで広く注目された。アップランドサウスにはその地域の中に小区分がある。ナッシュビル盆地やブルーグラス盆地の肥沃な定地では19世紀に金融や商業の中心に成長するナッシュビル、レキシントン、ルイビル及び シンシナティのような真に都市型の死が起こってきた。そこは銀行家、弁護士及び政治家を含みアップランド南部人のエリート階級の拠点となっている。しかしアップランドサウスの大半は性格的に田舎のままである。アップランドサウスは歴史的に大変な田舎であったがアメリカ合衆国でも早期の工業地域の一つとなり今日でも続いている。 石炭、鉄鉱石、銅や、その他鉱物の採掘は、開拓初期から、地域経済の一部であった。工業や、夜勤業の重要さは、ピジョンフォージや、ブルーマリーのような多くの街の名に表されており、アップランドサウス中に広がっている。製材業も、アップランドサウス経済の重要な部分であった。19世紀終わりから20世紀初めに、 鉄道で大規模な製材産業が可能となり、この地区はアメリカ合衆国でも主要な木材産地となった。今日、アップランドサウスの森林の重要性は、あまたある森林の中でも、テネシー州のチェロキー国営森林、ノースカロライナ州のナンタハラ国営森林及び、ケンタッキー州のダニエルブーン国営森林など多くの国営森林に見ることができる。 アップランドサウスの地形と森林は、その歴史や文化とともに、通常中西部やディープサウスと関連付けられる州の部分に、発生している。これらの地域は、国営森林。例えば、イリノイ州南部の小日国営森林、インディアナ州南部のフーシア国営森林、オハイオ州南東部のウェイン国営森林、アラバマ州北部のウィリアム・ビー・バンクヘッド国営森林、 ジョージア州北部のチャタフーチー・オコニー国営森林、サウスカロライナ州のサムター国営森林及び、アーカンソー州とオクラホマ州のオスと国営森林ともしばしば関連付けられている。繊維工場や繊維産業は、ディープサウスでの面火ブームの時以来、アップランドサウス経済の重要な要素となってきた。今日、アップランドサウスには多様な人々がおり、経済がある。 シェナンドー渓谷のような地域ではその電源の質で有名となり、テネシー渓谷のような地域では工業化が進んでいる。テネシー州、ノックスビルやアラバマ州ハンツビルはどちらも工業と科学研究の中心となっている。アップランドサウスの始まり及び進歩は、メーニングの文献で検討されている、ピアニッシュも158、386、 449メーニングピコグラム293南北戦争に基づくアッパーサウスとディープサウスの定義の例についてはディープサウスザニューディクショナリーオブカルチュラルリテラシーサードエディションを参照ユナイテッドステーツインエンサイクロペディア・ブリタニカリトリーブドディセンバー11 2006フロムエンサイクロペディア・ブリタニカオンラインライブラリーエディション h t t p w w w l i b r a r y e b c o m e b a r t i c e l e 7 7 9 9 1 m e 2グピコグラム224、ドレーク、ピアニッシモ36から38、ドレークの文献では、初期の民族集団に言及しており、スコットランド系アイルランド人という言葉は、 多数が長老派教会員の北部、アイルランド人だったが、ある程度の数のカトリック教と南部アイルランド人も含んでいたとしている。また、イギリス人という言葉は、フランス系ユグノーの先祖を含む、包括的な言葉である。植民地時代のカトリック教とアイルランド人移民については、ウィリアムズ、ピアニッシも43から44を参照。ウィリアムズ、 ピコグラム104、フォアンテベラムディファレンセズビトウィーンザアッパーサウスロワーサウス、シーメーニングピアニッシ百222から224。ありがとうございます。